あのガキめ、早速くたばっていないだろうな。これでくたばるようだったら、それだけのガキだったということだ。巨大な木があるな。なんでオル様がこんなことを。ザコがいるようだな。余ったれたことを抜かすようなら叩き直してやるぞ。せい。ほっせい。面倒をかけさせやがる。死ぬということを分からせてやる。調子がねん。
妙なのが嫌がる。今のあいつには始末。ザークが手間を取らせやがって。
どれだけ嫌がる。止まれ！
終わりだ。さて、追い詰められ。雑魚がいるようだな。お腹すいた、お腹すいたよ。あのクソガキ。だがサイヤ人どもと戦うには戦力がまるで足りん。あいつの潜在能力に欠けるしかない。チッ、一度きりだ。今回だけは食い物を恵んでやる。この辺りにありそうな食い物はリンゴくらいか。こんなことをしている場合ではない。目的地から離れすぎ。この辺りはもう探したか。まったく世話の焼けるガキだ。一度休憩した方がよかろう。まったく世話の焼けるガキだ。どこにある？まったく世話の焼けるガキだ。この辺りか。まったく世話の焼けるガキだ。すぐに片付けてやる。その程度だったか。
ザコがいるようだな。ほっせ、すぐに片付けてやる。はっ、ザッ、あっ、ビッチッと、ザッ、その程度だったか。休憩が必要な頃合いだな。ザコがいるようだな。いつでもいいぜ、かかってこい。はっ、はっ、はっ、すぐに片付けてやる。あっ、止まれ！
その程度だったか。雑魚がいるようだな。はっ、雑魚、いつでもいいぜ、かかってこい。はっ、その程度だ。一つでは足りんか。一度休憩した方がよかろう。これだけあれば十分だろう。雑魚がいるようだな。
クソガキめ、世話焼かせやがって。怖いよ、お腹すいたよ。あ、リンゴだ、リンゴが落ちてた。ラッキー。ん？あれ？なんで夜なのにこんなに明るいのかな。こちらの声など届くまい。サイヤ人が来る前に地球は壊滅だ。月が深淵を描く時こそが我々サイヤ人の本領を発揮できる時ではないか。そうか、満月だ。まさか変身するとはな、サイヤ人の力。変身するには満月と尻尾が必要らしいな。尻尾も取ってしまうか。服と剣ぐらいはサービスしてやるか。俺は自分の修行をせねばならん。もう行くぞ。
貴様が6ヶ月の間ここで無事生き延びることができたなら、このピッコロ様直々に地獄の特訓をしてやろう。死んだ方がマシだったと思えるほどのな。覚悟しておけ。お腹空いてきたな。木の実ばかりじゃお腹いっぱいにならないよ。お肉食べたいな。ん？何かいい匂いがするぞ。でも、お肉なんてどうすればいいんだろう。お魚だったら、釣りすればいいけど。お母さんの肉まん、食べたいな。やってみようかな。見るほど若い頃の悟空そっくりだな。いや、あいつが言ってた特徴とも合っとるし。ってことはもしかしておみやが悟空の息子か。うん、僕孫悟飯。ほんではやんじろべ。悟空のやつとは腐れみてなもんだな。いや、ピッコロにめいんやな。孫くんの息子がなんてガミガミ言われてまってよ。助けに来たってわけだや。でも迷ってもうかここじゃん。えまあこの肉は鳥が狩りを教えてやる。そりゃそうだ。おみやをとにかく狩りの
狩りのコツそんじゃ、ほみゃーには、鹿は果物のなってる木のち。八郎兵衛さん、鹿をうまく捕まえたいなら後ろから近づけって言ってたな。よし、鹿に見つかったら逃げられちゃうぞ。見つからないように後ろから近づかないと。はっ、いよっ、はっ、いよっ、はっ、いよっ、はっ、いよっ。これなら大丈夫だわ。おめえなら一人でも生きていける。うん、帰っちゃうの？これでもよ、今神様んとこで修行してるんだわ。あんまり長いこと抜け出してると怒られるでよ。そろそろ一度戻らにゃならんのよ。そうだったんだ。そんじゃ元気でな。すごい人だったな。食べるものは早く。なんだ、サイヤ人どもはまだ来ていないというのに強いパワーを感じる。確かめてみるか。Thank you.
孫のやつが生き返ったわけではあるまい。まだドラゴンボールが使われた様子はないからな。神のところになど用はない。こんなことをしている場合ではない。どこのどいつか分からんが、敵であれば倒すだけだ。人間の村か。あのガキを鍛えるのが邪魔になるかもしれんな。はっ！手合わせするとなれば、俺の修行の成果を確かめる。いつでもいいぜ、かかってこい。ピッコロか。ふん、俺が感じたパワーの源は貴様か。俺の接近にも気づいていたと見える。雑魚なりに鍛えてはいるようだな。随分な物言いだな。俺は貴様を信用したのだったら、ほう、俺は神そして貴様が俺の相手をした。貴様は天下一武道会で孫と戦っていた。俺では孫の本気を引き出すことすらできなかった。では今がどれほどの力なのか見せてもらう。あっ、くわっ、くわっ、くわっ、く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 っ、多少はやるようだが、その程度か。まだだ。これくらいにしておくか。
思ったよりやるな。玉よけくらいにはなりそう。せいぜいこの調子必ずきそう。これは凄まじい木の塊だ。おい、やっ、くそ、おい、あ
ジュアリレレだ。やれやれ。はあ、いや、雑魚がいるようだな。すぐに片付けてやる。その程度だったか。おい、うわ、貴様、その様子では俺は一度だったらそかかってこい。くそ、そうか、貴様とは一度手合わせしたことがあった。そうだ、昔天界地武道館でどれほど成長できたか確かめて。それ、どうした、その程度か。まだまだ行こうか。また雑魚と呼ばれたいのか。俺を見くびるなよ。なるほど、技、動き、そしてタフさはなかなかだぞ。俺だってあれからも修行を続けてるんだ。ズワリレレラだ。ヘイ、ズワッ、うわぁ、チリッチャ、チリッチャ、トッチャ、チリッチャ、やっぱり強い。
様の力は大体分かった。ふん、少しはやるよ。貴様の二度と死にたくなく、そうすればくそー、俺だってこ絶対これは凄まじい木の塊だ。俺の感じたパワーの持ち主が貴様だと。そういえば今は共闘してるってクリリンが言ってたな。そうだ、よく考えたらちょうどいいじゃないか。ちょっと修行の成果を試させて。何卒業試験だが、いつまでも修行の成果を見せてやる。うん、貴様は俺を知っているようだな。当たり前だ。お前が悟空と戦った天下一武道会に俺だって出ていたんだからな。知らんな。なあ、はあ、ズワリなかなかやるじゃないか、この生きがる余裕があるよ。あズワリだ。そうだ、思い出した。貴様、人間の姿を借りた神に負けた男だった。それを言うな。お、た、はい、チッチッチッ、はい、わーて、た、チッ、わ、せや、や、く、わ、せや、あはぁ、自分の力不足を思い知る。くそ、そうきた、ズワリレレラだ。力の差を思い知ったように。おかしいな。こんなはずじゃ。バカめ、貴様が修行している間、俺様が遊んでいるとでも思っていたのか。少々強くなった程度で、俺様に勝てるわけがないだろう。言われてみりゃ、そりゃそうだな。ふん、命があるあたり成果はゼロではないだろう。一から修行をやり直すんだ。見てろよ。そろそろあのガキの様子。いい加減。おお、なんというパワーだ。
それ以前にくたばっているかもしれんがな。あそこか。なんとかくたばってなかったようだな。一方その頃、孫悟空は海王様に会うべく蛇の道をひたすら走り続けていたが、ついに目的の地にたどり着いたのであった。調子じゃ海王様っちゅうのに会う目に一年過ぎちまうぞ。はあ、尻尾だ。やった、ついたぞ。あれ、なんもねえ。ん、なんか丸いんが上に浮かんでっぞ。あそこに海王様がいんだ。やったー、やっぱりだ、うちがある。ここに海王様がいんのか。あ、おめは、海王じゃ。え、お前緊張して聞いていなかったな。しょうがないやつだ。違う車両サービスしてやろう。マシマシ。あれ、誰、たくシャレの、そこまで言うならテストしてやろう。このぎょ、いいよ、そりゃやり直。誰も電話に電話。そりゃやり直し。かい、そりゃやり直し。トンがWhat?
教えてやるぞ、最高のギャグを。ギャグはいいからさ、武術を教えてくれよ。なんだ武術か、それを最初に言わんかい。どれ、今の力を見せてみろ。お前がどれほどのやつか見てやろう。よし、わかった。ここまでのやつとは。いいだろう、修行をしてやろう。こいつなら極められるかもしれん。海王拳を、そしてあの必殺技を。覚悟を決めろ。ピッコロさんは僕の師匠。へえ、今日はどうしようかな。やっぱりこの辺で恐竜の狩りかな。あいつら暴れん坊だから気をつけなくちゃ。
俺はピッコロ…ピッコーさんが…少しは…あ、確か…では、本格的にし…やったよし、そうだ浮かれている…準備ができた…なんとか飛べるようになれたけど…母さんと手合わせか。ちょっと怖いな。よく。ピッコロさん、もっと優しければいいのに。このままじゃ死んじゃうよ、僕。はい、行くぞ。でも、なんとか勝てそう。なんか僕がやっつけてやる。逃げずに来たな。始めるぞ。さっさと構えろ。は、はい。見るのではない。感じるんだ。どうしたらいいか考えろ。そして動け。そんなー。チッ、うわー。あっ。
あとたった6ヶ月しかないんだぞ。この半年で泣き虫だけはなんとか治ったようだな。ねえ、ピッコロさんは昔お父さんと戦ったんでしょ？まだ戦いは終わっていない。サイヤ人を倒したら次は貴様の父の番だ。でもお父さん言ってたよ。生まれ変わったピッコロさんは前みたいにむちゃくちゃ悪い人じゃないみたいだって。ち、僕もちょっとそう思う。お母さんやおじいちゃんは怖がってたけどね。くだらんことを言ってないでさっさと寝てしまえ。明日はこんな優しい仕置きじゃないぞ。超スピードを見事捉え、元気玉を使いこなしてみろ。ん？そりゃ！やっ！おお、あっさりと。まあ見事だ、孫悟空。苦労したもん。何度もくどく言うようだが、元気玉は全てのものからあらゆるエネルギーをほんの少しずつ分けてもらい、それを集合して放つ技。下手をすれば守るべき自分の星ですら破壊してしまいかねん、とんでもないパワーがある。どうしようもなくなった時にのみ一発だけ使うことを許す。思った通りのすごいやつじゃ。こいつなら修行を耐えきれるかもしれん。
休んでる暇はないぞ。食事と睡眠以外はこの俺との戦いだ。覚悟しておけと言ったことを忘れたか。でも少しくらい。甘ったれるな。死にたくなければもっと強くなるしかないんだぞ。この俺よりも、そしてサイヤ人よりもな。分かってるけど。くだらんことを言う暇があるなら戦え。わば。ひとまず飯だ。続きはそれからだ。食べる時と寝る時以外ずっと修行ばかりやってたら強くなる前に僕死んじゃうよ。それに僕なんかが、そうだ、どうせならこのままうちに、ちょっと食べ物を探してこよ。ち、ピッコロさんの方が断然強いよ。何年修行しても僕。Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.